know way. I know way. じゃちょっとここで、皆さんお酒も入ってきてますけど、うん、はい、そうね、もっと盛り上がってもいいんじゃないかなみたいな、見てる人はいいんじゃないかなみたいな思ってると思うんですよ。みたいなみたいな、新年会だか忘年会だか分かんないし、分かんなくなった、だんだん分かんなくなったね、パッとしだんだん分かんない。ということでですね、ちょっとゲームを一つ取り入れたいと思うんですけども、これまたゲームとか昔よくやってますね、ちょっとドキドキするね、その響きが、ね、合コン大魔王だ、お前はやった大魔王。じゃあルール、ゲームルール説明します。ルール説明、イエーイ、単純でーす。イエーイ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 。横文字禁止。おオッケー、じゃあオッケーオッケーがダメ、今いい、オッケーがダメ、なおオッケー、なおオッケー、なおオッケー、ノースタート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 。横文字を喋ったって疑いのある人に対して、参加しているメンバー、マスターと白矢がですね、手を挙げる、手を挙げる、押した手を、はい、これ3人以上手を挙げたらその人はもうダメです、ダメ、うん、アウト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 の人はこちら、カメを、差し入れでいただいたですね、見えましたこれ、あら、亀酒、うわ、よ、高そうな、すごいぞこれは、飲みたいな、普通にバンバン、あえてね、序盤ね、わかるでしょ、言うの、横文字を言うんだよ、そうすれば飲めるとか、意外に簡単だろうね、希釈付き、これはだってみんな飲みたいじゃん、それは飲みたいよね、まあそうだね、これはもう当然一気でしょ、キュッと、あ、こんな感じ。お、さすが合コン大魔王だな、合コン大魔王、ちゃんと例を示す、こんな感じで、なるほど、これはきついぞ。じゃあ今から、ノーイングリッシュ、ね、ゲーム、はい、始めます、はい、レディー、始め、始め、ここから来ました、いやいや、始まりました、始まりました、ついに始まりました、始まりましたね、ワイワイとね、この、盛り上がっていただいて、ダメ英語、ダメ英語をね、ダメ英語ね、鼓動が高まってる、時間がいつ出してしまうのか、ね、かなり無駄に喋ってる感じもあります、楽しくなっちゃうよ、ちょっとここの今、ここにふつふつふつと今、ほらほらこれ、はい、先ほど説明した肉鍋ですね、肉鍋できました、じゃあ肉鍋買い物しまーす、買い物、買い物、肉鍋、やっぱな、茶色いな、これじゃがいもでしたっけ、じゃがいもがあるね、なんかマスター北の大地にありそうな、はいはい、はい、進行なのに、これはお水のようにごちそうさま、ら、これあの魔女があのなんかグズグズやってるみたいになってるけど、これなんだっけ、これ全部レバーよっしゃよっしゃ、見えねえね、肝臓ちょっとでもあれじゃない、攻める人違うんじゃないの、みんな白絵ほら、ごちそうさまでした、ちょっと、はい、美味しいです、うわ胸元が、胸元が、胸元が、防御が緩くなってきてる、店長の防御力も下がってるところであなたの防御力も下がってますけどもあなたの方が下がってる、これ完成じゃないんです、え、肉鍋は、はあ、はい、唯一、あ、これ全部お肉ですけども、はい、知ってます、うん、はい、肉鍋ですから、肉以外で唯一許されてるもん、どうやって入れるんですか、これあのいつもこのハサミとこれでこう、はあ、包丁じゃないんですよ、太いよ、太いよ、これで、このネギはさっき言ったようにあの臭み消しとアク取りを兼ねてますので、はい、食べるの禁止です、そうです、はい、食べるのはあくまで肉、うん、はい、1年で一番肉を食べる、あの、お祭りです、お祭りです、阿部君は結構来てるもんね、でもね、そう、肉なんでね、そうですね、これだいぶ急に ネギの匂いしかしなくなったんですけども、ここはいや中盤以降このネギがすごい食べたくなるんだって、やっぱそうですよね、そういうことか、じゃあせっかくなので、はい、皆さん、はい、店長も含め、はい、マスターからね、マスターから食べていただきたい、じゃあ皆さんお箸を伸ばしてください、はい、あのとっさあれですからね、掴んだやつ食べてください、あのこのじゃがいも、僕じゃがいも行きだよ、じゃがいも、じゃがいも的なやつ、僕はね、このじゃがいもはね、北の大地に申し訳ない、これ何、なんか俺このじゃつるんとしたやつ、これ豆腐ですか、あ岩井はなんか言っちゃったね、これ来たね、これちょっと
卑猥です。卑猥したなこれ多分。卑猥の肝臓だな。じゃあじゃあじゃあ。いただきます。これ。いただきます。さあさあ。いただきます。まあまあまあ。赤。赤。みんな同じ。赤いですからこれ。あちょっとそれ英語でやってみて。ダメダメに決まってるじゃないですか。なんか臭い。そうそう臭い臭いんです。例年通りの味です。はい。どれ。肉臭だね。なんかボロボロっとした感じ。ボサッとした。意外よと。国分町は結構どういったところに行くんですか。国分町はもう普通にね居酒屋さんとか、ね、お酒を飲んで。お酒は何、まあ、飲んで食べて。まあなんか麦の。麦酒。改めて聞くとなんか面白いですね。麦メインで。あ、あよく気づいたな。アンテナ。アンテナさんからね。いただきます。お疲れ様です。どうぞ。お疲れ様です。ごちそうさまです。なるほどなるほど。なかなか来ますねこれね。松茸の吸い物スープ。はいはい。はい。今度は自らの方。お、はい。開けよ開けよ開けよめ。グループの。はい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 最高です、はい、出てると思うんですよスーパーみたいな、まあ自宅なんで、場所分かりますよね、うん、そうですね歩いて帰れると思う全然すぐに帰って寝れるよ白江のみんな通ってんだよこれ知ってるよ美味、ねしいです、はい、もうミックスしてS S ですね。え、攻め派です。攻め派ですね。受け身じゃない。受け身かもしれない。結果もできましたねここに。本気の本気のね。だいぶ上がっちゃう。どんどん。あくまで。ね。血がね巡ってきますから。まあそんなこと思いやっぱ言いながらね。簡単に新年新年のご挨拶なのでそんなあんまりこう。そんなこう難しくやってしまうと楽しくなくなってしまうんでちょっと逆になんか僕らに聞きたいこととかありますね。あ、そう。僕らはなんかね。じゃあせっかくなんでなんかね、うん、今年新年の新年のねこう抱負というか今年をねどういうところに目標を置いてこう、はい、走っていくのかとして皆さんがね。これちょっと一言ずつそうです ね, それはあれかな目指すところはどこなんだともしかしてあれかな何ですか書き初め書き初め書き初めやりましょうよ2011年の2011年の抱負か目標目標テーマテーマそれをテーマまさかのまさかのトラップが飲みますよいいのはいごちそうさまでしたごちそうさまでした書き初め書いて食って書いて食って何書けばいいんだっけ何だっけあの肉についてあ違う2011年のテーマは愛で何でもありです愛について書いてくれて自分のなんかも求める愛とはそうだねとかね一人ばっか聞いてないでおー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 そういうことだ気遣い気遣い気遣い大事だと思うあこれ何がすごいってあの使いっていうのを感じて限ってるってとこがすごいねこの状態でねかっこいいな今年のテーマ阿部さんのはいノブノブイゴンノブイゴン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 でございますイゴンねいろいろあるんですけどもねずっと僕はね阿部さんなんですかねちょっと人を信じていきたいとしたいねはいということでございますじゃあ走ってください優しさ優しさほら
垂れてる。優しい。この本当計画性のない。はい。計画性が見られません。遊ぶです。もうちょっとね、自由にこう遊んで言う。俺も言いたい。遊んで言う。遊んで言う。遊んで言いたいんだ。遊んで言う。遊んで言いたいんだ。言いたい。僕も言いたい。アライファンクラブ結成。愛ですね。あら、多いな文字数が。アライファンクラブ結成してください。マスターは来年呼びたいアーティストっていうのは来年？はい。今年から来年かったでしょ？はい。ああ、2010年。なんだけど。誰呼びたいか？はい。多分プロデューサー頑張ってくれると思いますよ。本当？はい。すっごい可愛くて、はい。すっごい綺麗で、すっごいエロい人。白い、白いかもしれないですけど、白い皆さんと白い顔と。白い心で、はいね、女性に対してはもうぶつからないと多分ダメだろう。エロい人、エロい人、エロい人。今年の方向一人ずつお願いします。一人ずつ今年の方向、はい、じゃあどちらからやりますか。まあこれ毎年僕の目標なんですけども、はい、人間的にも技術的にも感性的にもスキルアップを今年も目標にしていきたいと思います。あら、マジでマジで、じゃあ、はい、じゃあ芯を持って、うん、今年1年やっていこうかな、はい、ね、はい、じゃあ、はい、あ、俺か俺、はい、膝枕でね、ひどいね、ひどいか、どこに頭が来てんだって、ね、喜びです。もう喜び360度への喜びで、ぐるっと回ってぐるっと回って、そこは人間の面白みじゃないですか。5度、5度足りない。5度だもん。意外と高いですよこれ。すぎちゃった。すぎちゃった。なるほど。自分もよく回ってないなこれ。はい、ごめんごめん、ごにょんね下回ってるくらい。よく分かってないですけどね、人を信じたい。はい、人を信じる場合はこれにつきますもんね。ね、それ大事。人を信じて、自分を信じて生きていかないといけない。そう、ありがとうございました。はい、頑張ります。ありがとうございます。まあ、僕はやっぱ2代目マスターを襲名できればいいかなに尽きるかなと思うんですけどね。もうじゃあいいよマスター。安いなマスターはマスターですもん。逆にね、今度ゲストで迎えられるようなくらいまでこう愛を僕も語れるようになれればいいかなと思うわけです。日々勉強の毎日もうゼロからね、はい、白い心を、はい、もう何も書いてない白から徐々に今年もね、色つけていきましょう。どんどんいろんな色をね、皆さんの色をつけて、はいはい、楽しい一年、はい、していきましょう。していきたいなと、はい、思っております。はい、はい、はい、ということで、はい、来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。あ、もう最後に一つ提案なんですけど、はい、あれなんだ、これで視聴者プレゼントってどうですか。なるほど。これを言いますかね。完全にこの額の高さがね。まあ、もし万が一いる人がいたら、じゃあ、あの、いる人がいっていうことでいいんじゃないですか。そうです。あの、書き初め、誰の書き初めが欲しいかっていうことをね、あの、はい、書いて、名義の上、はい、住所、氏名、年齢、はい、電話番号、名義の上、こちらの宛先までご応募いただければと思います。番組っぽい。抽選で1名の方に、はい、それぞれね、はい、6名、合計6名の方に差し上げます。はい、どしどしご応募ください。お待ちしてます。お待ちしてます。いい一年にいきましょう。多分いい一年になる。